はい、はい、こんにちは、ゲームズのアンピロです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズの仕事です。はい、ということで、はい、やいばくやつがね、はい、カナンが来るんで、ちょっとギミック予想をやっていこうかなと思います。はい、はい、で、まあこれまで、はい、ね、もう爆裂一応2週目の最後となるんで、うん、まあ共通点みたいなのがね、うん、やっぱりあって、ね、2週目超絶のギミックが、はい、まあ、似てるのが来るんじゃないかっていうのがね、あります。うん、はいはいはい、まあエルドラドだったらね、地雷大黒ワープ、そう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 、はい、一緒ですね。で、うん、マグメルは地雷出てない、ね、ちょっと出たか、はい、まあ、マリシテン、マリシテン、はい、ちょっとだけ出た。で、蓬莱、うん、ビシャモンテン、ビシャモンテン、もうまんますよね。そう、蓬莱もアルカディア、そう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 、ね、なんで、うん、だとするとヤイバクエツ不動明と近くなるんじゃないか、うん、あるところから、うん、もう絞ってね、はいはいはい、予想していこうかなと思います。いこう、まあ、重力、うん、枚数以降、枚数以降、まあ、この辺がちょっとありそうだよねって話をしてましたよね、うん、そうだね、僕が押してるのは一番2734のあの子を押してるんですよ。はい、この子これでしょ。これなんか怪しすぎんですよね、ちょっと、うん、でも今回は確かにそのね、うん、その共通点がこれ完全に一緒、うんうん、そう、ほぼほぼその予想と一緒だから、はい、で2種目爆裂じゃないですか、うん、の2種目爆裂の最初の3属性、うん、火水木がそれぞれ適正になり合ってるじゃないですか。あ、うんうん、そうなんで光が闇、あカナンの方がエルドラドに使えるか、もしくはエルドラドの方がカナンに使えるかって考えてて、うん、でエルドラドがあれなんですよ、重力バリア回復エース状態上回復なんですよ、はいはいはい、でこいつ下がってるんで、これちょっとあるだろうとは思ってますね、これ。確かに、うん、で吹っ飛ばしだし、吹っ飛ばし、ね、うん、ザコシもできるし、ランドフラッシュもなんか割と刺さりそうだし、うん、じゃあまあ重力濃厚で、うん、そんな地雷痛くないみたいなやつ。いや俺はそうですね、そう、なんか地雷は出るけど、エルダラドほどじゃない、高麗パターンですよ、ね、はいはい、高麗パターンですよ、ね、はいはいはい、じゃあまあ地味に重力でいけるとなっても結構いけるよね、うん、はい、で僕が今回注目してるのが誰、フヨのあれですよね、神か、神かと、はい、あとエルドラド、エルドラド、はい、光重心化ですね、確かに光重心化、これあるでしょ、これこれでしょ、あるね、うん、光重心化来たら嬉しいな。でもこれ光重心化来て、うん、でもスピード爆弾に潰されたらダッシュ何も意味ない。スピード爆弾結局ぐらいもないスピード爆弾やばいけど、ね、やばいことになるけど、480ぐらいでしょ、うん、スピード爆弾、そしたらもう完全光潰しみたいな感じですよね。確かにな、でも簡単ですよね、でもロボットキラーでもいいし、そうだね、うん、光あるありそう、うん、光潰してくんならちっちゃいとこだけ出せばいいだけだから、うん、光の速さっていうのを教えてあげる、ね、あ、クレパッドかね、はい、クレパッドもいいですね。で予想の広げ方が、うん、まあ、不動明に似てるっていうやつだったんで、うん、その不要のもう一個の方、うん、これこっちの可能性もあるんですよね。あ、貫通変化怪しくないですか。怪しいってか、うん、なんかね、ね、最近この4ターンのやつ便利、もうなんか、うん、便利、完全にいい、うん、なんかね、貫通なれる、はい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 、魔法陣もとか、もうこう回避できるやつ、いい SS として見られてますよね。そうそう、うん、でやりやすいから、うん、でその闇爆裂特有の特殊ギミカでなんかねみたいな、なんか来ますよね絶対、いうのあるよね、うん、でまだ追記もないから、うん、ハートなしとかもまだね、現段階で今これ撮ってるのは月曜日、うん、はい、7月3日月曜日なんで、うん、これから、ね、いつものごとく、うん、多分ね、直前で追記がね、追記があるとは思うんですけど、うん、うん、なんか読みの時もね、なんかね、劇種変化パネルのこと事前に書かれてなかったらしいんですよ。あ、そうなんだ。そうなんで、あれ書かれてたのかな、なんかリブではそう言われたんですけど、うん、そのまあでもあれ分かん、確かに分かんなかった。そうだからちっちゃいギミックっっ、ね、そうそう、あれって最初になったじゃないですか、ちっちゃいギミックはもしかしたら書かないのかもしれないねっていう、うん、体勢もなんかいい、うん、いい仕事してるかな。爆裂の体勢って結構でかいじゃないですか、うん、でこうなってくるとライトニング神化がちょっといけるのかなっていう。ああ、そうヒットポイント回復の SS も持ってるし、うんうん、まあ、あんま回復しないけど、うん、ライトニング今回
今回反射になるかな、でも反射系になるかな、なんですかね、反射貫通で、エルドラド貫通だったじゃないですか、完全にで、あるか反射、そうだよね、あるか両方かで、蓬莱が貫通、マグメが反射じゃないですか、順番で言ったら反射だし、順番で言ったら反射、一応不動も反射系だからね、はい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 、反射にな、反射でちょっと絞ってみる、じゃあ反射絞ってもらってとかいけないかな、ここに来たら受けますよね、受けるね受けるってやばい、やありそうっちゃありそうなんだよね、あれなんかあいつもそうじゃない、ニョイボ、ニョイボも八段エースですよね確か、ですよね、あ、ニョイボなんか怪しいな、はい、ニョイボもね飛行重力で、こいつも行ってまだハマってないから、ハマってない、全然、うん、まあ、ニョイボハマりそう、なんかありそうっすよね普通に、ハマったらしかもこいつむっちゃ便利じゃん、うん、もう一個の方がなんかつくばみゼロだから、そうね、ね、あれもありそうが怖いんだよね、魔法陣、魔法陣来るかな、いや俺結構魔法陣もありそう感、魔法陣だって いないよね、いやなんかアンチ重力魔法陣必須じゃない、必須じゃない感じで、必須じゃない魔法陣必須じゃない魔法陣なるほどね、必須じゃない陣、でもまあよやれと、うん、だからシャンバラの初回みたいな感じ、踏みながらやってけと、そうっす、なんかさってさ、爆絶1周目シャンバラあったじゃないですか、うん、2周目1回もないじゃないですか、まだないですよ、マグメル、ないね、そう、ないね、ないんで、確かにな、普通に魔法陣ありそうなんだよな、で4段 SS か8段 SS 避けろよと、うん、不要で、だから両方ターン短いのかなっていうのもある、うんうんうん、そうなってくるとまた話違うんですよね、短い SS が強いんで、うん、光属性もね、だからそれこそ匂い棒とか意外と8段 SS と思ってる、そうね、うん、ラーも早いっすよね、ラーも早い、早いっすよね、20ですよね、意外と20かかんない、うん、この辺もまた分かんないからね、麻痺させるやつだから弱点人はいい、爆裂2周目、そう最初弱点で麻痺が強い説あるから、ね、でもマグメルもエルドラもあんま違いましたけどね遅延でしたけど、どっちかというと、はい、この安心感やばいっすよね、麻痺、うん、あるよ、友情コンボ2とかが刺さってこないか、うん、あ、そうで、さっき言った不要の進化の方あるじゃないですか、うん、重力ワープの方、こいつこれ、うん、重力ワープのやめたやつなんですけど、これカムイの進化と一緒なんですよ、あ、うん、でこれ、まあ、そう、あ、まあ、まあ他の実況者の方が言ってたんですけど、あの革命家の方が言ってたんですけど、まあ、その人がちょっとまあ動画出してないんで、うん、僕もあんまり無責任に言えないんで、うん、あれですけど、カムイでも、うん、そうか、反射で見てるって言ってた、これ僕っていうね話聞いた話ではあるんですけど、じゃあもしかすると、うん、破格の活躍を見せるかもしれないと、前回、前回で言うと、読みに初日進化で進化ウリエル使ったじゃないですか、うん、それがフラパン発表で点売りになったじゃないですか、だから初日カムイちょっと使えて、ここぐらいで刺さってこないと、うん、そろそろやばいもんねいや干からびますよ、カムイの株が確かにな、干からびちゃうから、なんか聖域でちょっとさワンパンしていい顔してたけど、うん、だけじゃないですか、うん、確かにあるかもな、うん、なんか確かに、で重力ワープ光属性の貫通ってこいつしかいないんですよ、確か貫通で絞ってるのか、うん、重力ワープってなるとこいつしかいない、すごい寂しいことになってるほんとにだからあるかなって、あるかもね、うん、でワープの量とかもイズナミぐらいだったらさ、はいはいはい、正直重力貫通でもいけるじゃないですか、なんで、でもカムイいるとめっちゃ動きやすいよ、ね、みたいな、確かにカムイ優遇されるけど他もいけるみたいな、あるかもな、ならある、うん、なんでちょっと適性広いんじゃないかなと思ってる、てかそうなったら別になんか、うん、結局はい点売り点売り武装結局2年連続点売り武装して、はい、点売り入れとこってなるよね、はい、まあね、そ話違いますもんね、そう話超破格なやつおるんだよな、うん、なんかダイナの時のさ初回とかもささすがにもう点売りないっしょみたいにさ来てたから結局、いやそれだから初回ちょっと点売り入れたい感ありますよね、ダメ男がないとも言い切れないしね、うん、なんかちょろっとね、確かにそうなると結局ダブアビーやっぱ、うん、はいはいはい、こいつの安心感、これ以上の安心感はないから、うん、ないっすね本当にね、どうしようここでブロックとか来たら、光のブロックブロック確かにあるかもしれない、ね、ありそうですよね、なんかあるかもしれないね、うん、確かにな、ただまあ不動と一緒って結構むずいっすよね、あれかもしんないっすよ、うん、エルドラドも一番多く治癒受け継いだのってあの覚醒ゲージじゃないですか、大黒天の治癒受け継い、はい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 、あってことは
そうヒットポイントのあの共有のやつとか、共有とじゃああれだ、ありそうですよね、また分身みたいなやつと、はいはい、なんか HP 回復してきて、それかもう周りにいるさちっちゃいやつがザコが出てきて、あいつらから攻撃していくみたいな、あれだったらさ初回結構気づくのむずいからな、むずい、うん、意外と気づかないからな、あれ確かにな、ってことは何どういう感じのがいいかな、うん、ザコ処理、そうザコ処理一気にだから光なのかなっていうのはありますね、はい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 、光だってさ確かに全属性で出てくるかもしれないもんね、あー確かにそれもあるし、あの高スピードで貫通メテオで、うんうんうん、全部重複取れたりとかするのかなっていうイメージが、だからちょっと電源あでも確かにどっちにしろメテオは役立ちそうじゃない、うん、そのそうメテオ役立ちますよね、メテオは確かに光とかクレパとかありそうだな、あクレパいいかもしれないですね、うん、確かにクレパいいポイントきたいね、そうなんかちょっとその辺をね、意識したいんですよね、これ体勢重力体勢ってなるとどうなります、重力体勢だと如意棒と不要と見れない、誰だっけな、あったあれ真珠とゾロおるよ、なんか怪しいやつ今所持になってなかったけど大丈夫ですか、神貸しとかなくて大丈夫ですか、侍キラーの方大丈夫か、意外にこいつ怪しいな、うまくみたいな、うわうありそうありそうじゃないありそう、普通にこいついけたらアーサーいけちゃうからな、うん、いけるっていうか、でもあのレーザーじゃない方で活躍するかもしれないじゃないですか、普通に運枠としての活躍だったら、あそっちの、うん、正直耐性と重力だけでも十分なんで、そしたらひかさめ使うけどね、まあ確かに、はい、あ、うん、耐性考えなかったらあれだよね、あの光源氏とかもいいからね、うん、でもさすがに爆絶だから重力だけってことはないと思いますけどね、そうだね、うん、あの倒さないと読みみたいにダメを張ってくるとか地雷撒いてくるとか、うん、あのタイミングやめてほしいです、あの何でしたっけ、ブルータス の, あのロボットが撒いてくる地雷あるじゃないですか、あれ結構後の方に撒いてくるじゃないですか、ほっといたら、はい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 、はい、そうあんな感じだったらギミック増えるかもしれないけど、それかロッコン地雷でむっちゃ起爆ターン短いとか、あーありそう、で1本入れてこなきゃいけない、レドラドみたいな感じで回収しながら、うん、なるほどみたいな、それか、はい、で忘れてやられるやつあるよね、でそこでなんか重力 AMS のやつが重宝するみたいな、ハッカーだ、うまくハッカー、あそれもあるかもね、うまくハッカー、うまくハッカーみたいなあるかも、うん、そう不動に結局不動にもだってねドハマりしたもん、ドハマりですね、あそれある、あハッカーでも確かにな、ハッカーあるわ、大穴予想、うん、大穴予想を、考えると、うん、この不要引っ掛けエルドラドが適正になりそう、これも引っ掛け、うんうん、でアリツが来るティグノス、あで不動明王と似てるっていうのも引っ掛けで、ティグノスが、適正になるんじゃないかなと、それが大穴、耐性持ってるんですよ、アンチャーパンチブロックが怪しいと、うん、そうワープブロックって線もあるんですよ、そうするとね意外とね今まで活躍してないね、怪しいこいつ、そうこいつとかがね活躍したりして、で他の雑魚がいっぱい出てきたとしても16メテオなんですよね、確かに、はい、あるね、あるんですよ、えその線あるな、はい、アンチワープ結局またなんかアンチワープみたいなのあるかもな、うん、ただゲイボルグの弱いとこはその直殴り倍率アップだったら16ターンメテオとかもうほんと、うんそうね、はい、もう何も意味ないんで、あるんですよね、でワープウェインだったらね、最近出てきたやつとか結構いけるんですよ、うんうん、そのティターニアとか、はいはいはい、特にでスフィンクスもさ回復エース持ってるし、耐性と耐性持ってる方もあるし、こいつハマったら強そうだな、これハマったら楽しいっすよね、楽しいね、はい、そうありそうじゃないですかこれ、こいつもうやっぱ書き換え、うん、てかそうさね、確かにティターニアありそうなんですよ本当に、ウォークダウン攻撃力ダウンとかされたら便利だよね、だって今回のあいつもそうだ、うん、フヨも攻撃アップですね、取ったから書き換え的なやつあるかも、うん、だから状態上回復っていうよりはもう友情コンボで回復するっていう、確かに確かに、ウィルみたいなパターン、あのそうだね、あの、うん、聖域のあれみたいなあるかも、なんでまあちょっとありそうだよね、大穴は確かにアンチワープメインだった、大穴っすよねこれ、最後に全然関係なくみたいな、うん、ティグノスっつって、それかなんか急にそう、うん、そのブロックブロックブロックでしたみたいなブロックでした、ブロックウィンドとか2周目爆裂がそうブロックイコール最強みたいなあーでもそれ飽きたら嬉しいけど、確かに久しぶりにそうじゃんね、ほんとブロックメインですみたいな、つくよみゼロぐらいですよねリコールいけてたもんね、うん、あとイズナミかあでも分かんない、ここでこいつとかあるかもしれないから、タケミかなんだけど、いや他のやつはあるでしょ絶対
ダメオブロックか。あんなでも、ね、ダメオブロック少ないよだって、うん、弱点ヒート多いっすよ。そうそうだね。ワンチャンあるけどね、うん、タケミカイジだってね初の弱点嫌い持ちで、あそっかそっか、何もなかったからでも、何もなかったっすね。結局あ、まあ、実験ですよね基本。そう完全に一番最初、一番最初ね。こいつとかも、ね、意外に来たら面白い。うわありそう、受けーって割りそう、重力強いっすよね。うん、なんかゲーってね、おかしいんですよこいつ割と。進化神か前も言った気がするけど、なんかあるかもよ、うん、ありそうだねゲーって。4体固まってから、うん、弾かないと攻撃入んないとか。そのパワーアップ、重なってる状態でパワーアップパーティーみたいな、はい、なるほど、ゲーってかあいつ。そうあいつ実質だから、そうだから、それでもさ、はい、だからこいつやりやすいみたいな、だから、はいはい、味方に触れて、うん、味方3触れでみたいな今回だから、うん、あ味方アップオールみたいな、そうそうそう、でこいつ集めたらみたいな、はい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 、あるかもよ、やりたい方ができるよっていう、うん、どうかぶっ飛んだ、ぶっ飛んだよ、そうだったな。でもなんか最近怪しいキャラが出すぎててまとまらないっすよね、うんうん、でもやっぱ重力かな、うん、基本予想は、基本予想、まあ普通に妥当に予想すると重力はありそうですよね。普通に重力だろうね。あ種族何なんですかねあれ。アジンかな。あれなんだろう。アジンか。待って。エルダラダなんだったっけ。エルダラダはユニバス。あユニバか。途中で変わりました。ユニバに。なんかあいつ聖騎士っぽいけどな。ああ。なんとなく。なんかでも漫画家盗賊、盗賊か漫画家かみたいな、なんかありますよね。なんかちょっと。そう一応あいつしかも進化前女子高生だったじゃん。あ女子ですね。そう急になんか高校生かなくなったなと思ったけど。確かに。あそうか、一応 JK だもんな。アルカユニバでしょ、うん、蓬莱神、マグメル、アジン、アジン、エルタルド、ユニバ、うん、これでもなんか刺さるキラーとかいるかな。確かにね、 何キラーなんですかね。あるとしたらでもアジン、マジンぐらいですよね。アジン、あでもマジン感あるね、うん、アジン、マジン、どっちかですよね。そしたらマジンでレンブラ無双かな、また友情コンボ。あレンブラ、レンブラ無双来たら受けるな、レンブラなきにしもらず。あ、千代、千代、あ、てか千代武蔵とか、武蔵千代いけんじゃん。武蔵千代強いじゃん。武蔵千代地獄売り、お前のカウンター機能も、はい、地獄売りとかも怪しいね、いけちゃうな。結局全部キラーするもんね、うん、地獄売りは。地獄ウリエルのね、あのカウンターキラーの時に真横とか股手に弱点が来た時の安心感やばいから、やばい。でライゼン、それこそね重力、そうライゼンとかね、うん、すごい良さそうな感じするけど、いいっすね。あのこの辺は怪しいやついるけどね、マグシェム遅延だ遅延だぞこれ。しかもなんか当時さ、めっちゃなんかつく読みも、あ読みも、そうあの生命、こいつあの意外と注目されないだけで結構刺さってるからね。しかもこいつ初見で結構こいつ出てる人多いからね、うん、クリアしてる人とか聞くしよく、はい、なんかこいつ地味に活躍してんだよな。攻撃力低いけどね。そうキラー発動してやっとなんですよ、ね、そうなかなか生命いいんだよ、ね、生命あるかもね、うん、生命の受信家とかなんか来そう急に。うわありそう意外に。しかもその後フラパのやつ、いつも差し置いて、そう侍ってことはないからな。侍ないね、あの絵で。でも結構予想外のとこついてきたりしますからね。でもエルドラドユニバだったもんね。あでもエルドラドユニバっぽさあったもんね。あったあった。魔王ってこともないだろうしな、うん、魔王はなさそう。アジンマジンぐらいっすよね。他はあるかな。鉱物あれどの辺注目して鉱物になったのかやばい、脳筋だもうそうなったら魔族もな、魔族ね、あ魔族はどっちかって言ったら魔人、ワンチャンあるけどね、うん、でまたそしたらあれホミキューないとヘイメダルしちゃうんで、うん、出た出た。アジンもワンチャンあるよね。アジン、まあ、進化前はアジンとか、あ、ワンチャンあるよね。変わる可能性はありますよね。変わる可能性はあるよね。変わるはよくあるもんね。うん、この辺ね、この辺も神はないだろうな。神はなさそうっすね、うん、いやマジで怪しい。やっぱ結局こいつがレンブラね、レンブラやばいっつって、うん、魔人でだった、うん、いや一体絶対解いた方がいいよね。絶対加速で全部が便利すぎる。はい、5割でも2倍力残ってこいつはちょっとやばい、うんうん、あるな、うん、読みでも刺さって結局ね、うん、
カナンでも使いました、ある。あるあるある、大いにある、全然ある。ベンブラ天売りあたりはもう結局まんまはまってくる可能性ある、うん、こいつは、はい、誰ですか、こっちが。こっちはどうなの。あ、でもティグったらあ、確かにティグったらある、ティグったらある、ティグったらありますね、これメテオだし、メテオだしね、ティグったらめっちゃ強いかもね。なんでティグったら気に入ってるんですか。ティグったらめっちゃ強い、こっちは。はい、やばい、うん、ティグる方だ。ティグってだってザコ、ザコでこの両種族ありそうだし、うん、ありそう、全然、うん、いや普通になんかユニバっぽいね、そうそうそう、だしロボット全然出てもおかしくないし、うん、確かに地雷とかの展開って基本ロボットってイメージあるからな、うん、ティグったらあるね、うん、じゃあもうティグリに期待しましょう、こいつ。でもカムイもどっちかハマってほしいよな、そろそろ。ハマんないなら獣神化してほしいよね。いやー、そうだ、でもいないよね、うん、でもアニメ連動じゃないかな、カムイは。でも今回確かにな、属性機関のやつが普通に使えるから、なんかね、そう、重武蔵と千代がいけるもんね。どうにかして潰してくるんですかね。そしたらもう地雷しかない、うん、地雷とかしかないからな、やっぱ。そう、直殴り倍率アップとかだったら削れるんですけど、この辺が使えるって全然あるな。ある、優秀すぎだろこいつ。あるぞこいつ。こいつにあるぞ。あるよ。こいつら怪しくない、これ。こいつが、こいつしかいないじゃん。待って。こいつじゃん。待って、こいつじゃん。強いから。なんで今思い出したんですか。これ俺持ってないから。あるわ。これ嫌なんだけど、これ。でも俺夏休みウルトラマンコラボ2とか来たらもう嫌だよ。あるよ。本当に。こいつ両方怪しいな。めっちゃ嫌なんだけど。優秀じゃん。こっちね、SS 弾使い方が超難しいけど。それ以外いいんすよね。こっちはほんと、こっち SS が強いね。マジできるし、たまに。ウルトラマン、あるね。ウルトラさんあるね。このコラボがハマってきて、これあるよね。似たようなやつが次のコラボで来るか、新イベで来るか、獣神化で来るか、あるかもな。あの、アテナ的な。うん。ので、いきなり。ああ、確かに。こいつアビリティ、このアビリティセットちょっとやばいね。やばいね。やばいね。これやばいね。あの、しかもステイっていうね。そう、ウルトラマンね、普通に、そう。普通にしかもコラボはめてくるじゃないですか、さらっと。攻撃方にしても強いからね、こっち。こっち強いですよ、普通に。ウルトラさん。うん、あるよね、あるな。サキバスとかも早いもんな、SS あるよな。ここに乗ってるの結構割とあるよ。そうですよね。あ、てかあるね、その、うん、固定ダメージがなんか、うん、みたいなやつだったらあるよね。ちびっことか固定ダメージだったら、はい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 、サキバスも、まあこいつはめ方ちょっと難しそうですけどね。サキバスはでも大体みんなこっちにしてるから、確かにね、うん、でも来たらいいかもな。でもそうっすよね、あの直殴りアップとかあったらザコヒットポイント高いけど、うん、じゃなかったら50万つはザコ倒すからね、普通に。うん、格殺できるならいいかも。こいつもなんか意外にありそう。なんかありそう、普通にね、意外に、はい、なんか意外と不遇ヘラ使いましたよみたいなリップがすごい後で来るみたいな、うん、でもなんかその上はいるみたいな。上はいる、なんかそうそうそう、あるあるような気がするな。でもありますね、ヘラ。メテボだったらそうだよね。うん、ティポンいいんじゃないですか、ティポン。ティポンありますよ、これ。あー、気絶確定メテオっすよ。あ、でも、こいつ確かにね、はい、レーザーがなんか通るやつあったらなんかね、尿意棒とか、尿意棒もいけてみたいなやつあるかも。一緒にいけそうっすね。いや、でもこいつだと思う。で、重心化。あー、こいつだって不動でも使えてたし。ありそう。なんかハクハクからちょっと薄くなりましたよ。薄くなった。強いんですけどね。HP 低く。そう、くすぎない。まあ、スピード。うん。当時割と壊れでしたからね。壊れ壊れ。出た時。ゴール倍率高いし。このアビセットのあれいなかったから、うん。いなかった、いなかった。ユークリーはなかったけど。そこそこ使えるやついなかったから。うん、なかったけどね。普通に強かったよね、こいつ。でも光、まあ、最高峰上がってきそうだけど。まあ、光ですよね。ありそうですよね、普通に。光の速さの被害者がまた増えるんですね、うん、あれ、はい、ちょっとやばい、今まで完全に俺ウルトラマンでもウルトラマンはダークホースだ、中のダークホース、ダークホースじゃないでしょこれ、もう順当に勝ち勝ってくれるでしょこれ。これまだボイスあんの？ないっすね。ないね、はい、ショアって言わなかったよ。言ってた言ってた言ってましたよ。ないねって言われてびっくりしましたもん今。言ってないか、言ってないかも、言ってないか、言ってっか言ってないか分かんないですもんこれ、喋、うん、んないですもんね。はい、はい、ってことなんで、うん、まあ僕らの予想は重力、うん、地雷、地雷、
が主に来るんじゃないかと思うんでね、その辺でちょっと組もうかなと、うん、でも少なくともまだ分かんないけど、フヨ、エルドラド、うん、ティグ、うん、この3種のどれかがハマってくるのかなと思ってますけど、うんうん、逆にね、フドン似せすぎてもあれだから、それハカーとか最適ってはなんないと思うけど、確かにな、エルドラドがティグ確かにね、うん、ここ16号かワープがそうですよね、聖域もなんか、うん、モチベーション下がってる人向けにティグ取っとかないとみたいなあれであるかもしれないし、うんうんうん、もう2回来てるしね、うん、しかもティグ1体取るだけだったら別にマルチでもいいんじゃないですか、うんうん、なんでね、えなんかありそうっちゃありそうですけどな感じかな、うん、ティグ、はい、はい、まあワープ、うん、メインか、うん、重力メインか、地雷メインか、はい、どっちか、まあ、ダメ終わないんじゃないかな、うん、重力地雷、重力ワープ、重力は確かに、うん、重力ありそうですね、重力は濃厚として、はい、その辺を見ておくとやっていこうかなって思いますね、うん、またなんかでもねこういう予想があれば、はい、説得力のある予想があればコメント欄にぜひ書いてください、説得力のある予想、僕らもそれ参考にして、はい、よろしくお願いします、まあ、当日考えますね、で当日はあのライブやりますんで、はい、ぜひ見ていただけると思います、4月9日頑張ってね、ちょっと初日クリア目指して行きたいところだなって、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まあでもね、ウルトラマンは好きなんですっていう人はね、あぜひチャンネル登録よろしくお願いします、あとゲームで SNS もやってますし、はい、やってます、ね、Twitter もやってますね、やってますんで、フォローお願いします、お願いします、今回もゲームで RPG スタジオ4からお送りしました、ナイプレッシャー、終了しょ、ありがとうございました。